こもりの30代の男性が50代の母親を殺害したというニュースが流れた。みんな甘えていると説教をしたり、ざまあみろとバカにしたり、何かの病気だろと考えたりしていた。ただ一つのなんていうことのないニュースだと思ったりしていた。誰も戻らなくなった部屋に、子供の頃の楽しかったクリスマスパーティーのビデオテープが残っていた。おじいちゃんに抱きかかえられて、お母さんの作ったクリスマスケーキを食べる君がいた。お父さんとお母さんの結婚式の写真と家族みんなの写真がいつまでも幸せそうだった。音と完全に一つになって